これびっくり。こんにちは、ともです。沖縄旅行も3日目、氷と美ら海水族館、そして楽しみにしていた晴れ倉に沖縄に宿泊してきました。それではどうぞ。もう本当だ、葉っぱになってるって。全体的に変わった味するね。なんか異国の味って感じだね。甘さがなんかさ、まったりしてる感じが多いよね。おお、なんか島見えるな。
しかったね、水族館。こんにちは、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃん。かわいいね。すごい綺麗。ここがベッドルームです。
ールームも椅子があります。びっくり。でアメニティは入れ物が可愛いです。色も素敵でいいですね。でお風呂はこんな感じでゆったりしてて、でついてます。はプレゼントでもらえるそうなので、お土産で持って帰りたいと思います。ビーチサンダルな感じの白とブルーのデザインでした。ここにパジャマが入ってて、入ってました。こっちはフルタイプで、フードがついてる。とクッキーかな。カッポーズのスマートスピーカーがあります。袋が3つもあります。すごい。ベッドもふかふかです。演奏例。お疲れ様です。ハブボール Thank you.
106号室。ベッドメイキングしてもらってました。散らかしていったか、少し何これ、びっくり。海からの贈り物マース、こんなプレゼントがホテルに戻ったら置いてありました。開けたら中にお塩が入ってました。お風呂からテレビも見れます。ヘブンリージャーニー180分、55,800円。2人で108,000円。コーヒーももらいました。